キャベツのね、フォーチューネットなんですけど、これね、ちょっとね、自作というか、作ったやつなんですよ。結構簡単なんですけどね、支えの支柱が1、2、3、4、5本とあって、で、その周りにネットをね、ぐるっと巻きつけただけなんですけど、これキャベツの葉っぱこんな風にねキツキツになってますよね。鉢でいっぱいいっぱいぎゅうぎゅうみたいな。これでもね実際キャベツ育ってます。で、蝶とかってね、こう横から来るんですけど、上からこうスッと入るのはだいぶ確率が減ってくるので、これだけでもかなり虫食いは減ります。なのでこれね、ちょっとこうやって若干隙間が空いてるのが問題なんですけど、ここら辺はもう工夫でなんとでもなるんで、こういう防虫ネットの使い方されると、なんかね、防虫ネットの隙間があって嫌だなとか、なんかどんだけネット取っても足りんとか、そういうことがなくて、で、鉢一つ一つに対してこうやってねやっていけるし、結構これ楽なところがあって、このね、紐があるんですけど、この紐をねほどいてやるとね、ヒュッと、もうだいぶ古いんで小が抜けてきてるけどね、実際はこうやってペラーってこんだけなんですよ。でこれを閉じて紐を結ぶだけね、結構いいでしょう。こういう風にちょっとプランター栽培するときは防虫ネットを工夫するだけで結構虫防げますので、ぜひやってみてください。家庭菜園の防虫ネットのちょっと改造した便利な道具でした。ちなみに広げちゃうとこんな風です。よっ、こんなんね、柱が1、2、3、4、5、6本か。これをくるって巻いただけ、こんだけの道具です。